さあやっていきましょう。トロッコ問題オブアルマゲドン。一時期流行りましたね、トロッコ問題。二人のうち一人しか救えないといった状況で人はどちらを選ぶのか、まあ様々な条件下のもとでということなんですけれど、今回は一体どんな問題が出てくるんでしょうか。ニューゲームでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。わあ、本当にトロッコが動いてるよ。トロッコ問題とは、トロッコとその線路の状況の問題を元にした倫理学の思考実験である。元はイギリスの哲学者フィリッパ・フットが提起した問題で、世界の哲学者が考察検証を行っている。トロッコが制御不能になり、路線上には5人の作業員、ポイントを切り替えれば1人の作業員がいる路線へと切り替わり、1人の作業員がトロッコに引かれて死ぬ。代わりに5人は助かる。あなたは路線を切り替えますか。まあこれで多数決みたいなのを取って、あなたは多数派か少数派かみたいなのを選ぶんだよね。本来は何もしなければ多くの人が犠牲になるが、行動を起こせば1人が犠牲になる代わりに多くの人を救える状況を想定した思考実験だが、今回は単純にどちらを犠牲にするかを選んでいただく。あー、かなりシンプルになってるんだね。予定通りの作業をしている作業員1人と、予定にない作業をしている作業員5人。まあこれで問題になるのは1人の命と5人の命ってことなんですけれど、まあ、前半のね、作業員の前の文章を消せば、まあ、こっちの方が人数多いから、じゃあこっちを選ぶって感じになると思うけど、予定通りの作業をしているか予定にない作業をしているかってことがちょっと問題にはなってるんだね。まあでも予定にない作業をしているとはいえ、1人と5人を比べたら、さすがに5人の方は犠牲にできないな。1人の方選びます。おっ、あ、10スキップ。10秒以内に答えてね、みたいな、そんな感じなのかな。いや、でもこれ悩むところだけど、この2つだったらやっぱこっちだよね。こっちの方が多分ね、多いと思うんだよな。お、実際に引かなくてもよくない？あ、マジ？ 5 人の方が多いんだ。意外だな。だって予定にない作業しててもさ、別に悪いことしてるわけじゃないんだけど、ちょっと上司の言うことを聞かなかっただけで、予定通りに視察に来た上司1人、残業強いられた参入、これは1人でしょ。ねえ、どっちを憎むか。これ多分上司3人でも俺こっち選んだよ。絶対上司の方だって。ねえ、視察に来るな。やったぜ。これはだよね。そうなる、そうなる、そういうことか。まあ、こんな感じで、いろいろな条件下のもとでどっちを選ぶかというのがトロッコ問題なんですよね。さあ、次は、うっかり路線に迷い込んだ大人2人、うっかり線路に迷い込んだ子供1人。これは大人2人を犠牲だよね。やっぱ子供は将来性があるし、大人になって迷い込んでんじゃねえよっていうツッコミもあるし、確実にこっちです。ありがとうございます。さあどう、ほらね、うん、そうだよね。子供の、やっぱ子供の方を助けるのが大人だよね。そうそうそう。さあ、悪意でお禁止をしている一般人3人、全員でお禁止を覗こうとしている1人。え、3人でしょ。それだってものすごい犠牲が出るかもしれないからね、今後ね。3人という人数は引っかかるけど、どう考えたっていいことをしている人を殺すわけにはいかないですよね。そういう差が出ますよ。いいね。今のところ大多数多いぞ。指名手配中の脱獄犯1人、動物園から逃げ出したヒグマごと。まあ、これヒグマに責任はないしね、こっちの方で。だってヒグマを逃がした人たちが悪いんだから、それは仕方ない。だって指名手配中の確実が1人の方が危険性が高いしね。そうだよね。ヒグマはなんとか麻酔銃とか使って制圧とかできるけど、人間の場合そうはいかないからね。罪を償い改心した元線路爆破人1人、線路爆破を計画している3人。改心してるんでしょ。だったらこっちだよね。改心、もうだって罪を償ったんだし、殺しちゃったかもしれないけど、もうこいつらはさらに人を殺すことになるかもしれないんでしょ。だよね。分かってこと、ちょっとドキドキした、ちょっとドキドキした。いやでも、今の選択肢と悩むところだったよね。何も生産しないニート5人、真面目で健康な働き者。これは仕方ない、これは仕方ない。ニートは仕方ない。うん、5人で多分大丈夫。これも多分大多数だと思うよ。生産しないのは良くない。生産してたら全然いいけど、おお、やっぱそうなるよね。真面目に働き者1人をなんで殺さなきゃいけないんだって話になっちゃうし、まあ両方ともなんでって感じなんだけどね。孤独な自殺志願者3人、悲しむ家族のいる自殺志願者1人。誰にも迷惑をかけないならこっちなのかな。だよね。うん、悲しむ人がいるっていうのは悲しすぎる。大丈夫。おお、でもちょっと縮まってきたね。あー、なるほど。やっぱでも葛藤するよね。親に捨てられた赤子1人、家族に見捨てられた老人5人。赤子に罪はないんだよな。あー、でも5人か。3人だったら老人の方選んでたかもしれないけど。
あそうだよね、やっぱり。だって子供に罪はないもん。しょうがない。赤子を捨てた親2人、老人を見せた家族10人。10人いや、でも赤子捨てた方でしょ。うん。見捨てられても、あれが、国が守ってくれるから。まだ可能性はある。でもこっちはもうさ、守りようがないもんね。OK。73。今の、最初の1問以外は、いい感じだね。ベテランパイロット1人と空に憧れる2人。いや、これ1人だろ。別に憧れて将来ベテランパイロットになるかもしれないし。罪はないけれど、罪はないけれど、どちらかと言ったらこっちで。なんで悪そうな2人なんだよ、お前。このグラフィック見せたらこっち選んでたわ、畜生め。まあでも憧れ大事、憧れ大事。高名な芸術家1人、美大生さんに。こっちだよね。こっちだ。うん。芸術家悪いこと、両方とも悪いことしてないだったら、一人でも多くの人を救いたいんで、こっち。だよね。だよね。おかげかげ。今のところ、何問中、これ30問ぐらいのから、めっちゃなんか道あんじゃん、これ。なんか分岐してるところもあるね。超天才科学者一人と地道な研究員。むずいこれ。いや、地道にやってれば、次の天才につなげられるはず。でも天才がいなくなったら次の天才はいるから、こっち。マジか。あ、でも天才科学者が一人いるだけで、いろいろなものが救われるかもしれないしね。まあそうなるか。そうなっちゃうか。あなたの友人一人、あなたが知らない人5人。いや、申し訳ないけど、知人はちょっと死なせるわけにはいかない。知らない人だったら、だって俺が知る由もないじゃん。死んだってことも知らないだろうし、仕方ない。本当に申し訳ないけど仕方で、だよね、うん。やっぱ知り合いはちょっと嫌だよね。知らない人だったらまあしょうがないかってなっちゃうけど、しょうがなくはないけどね。選ぶとしたら、あなたの友人一人とあなたの友人よりはるかに優秀な人。いや、友人でしょ。優秀だからなんだって話です。同じ一人だったら友人の方救うでしょ。だよね。うん、そうなるそうなる。カモンカモン。あ、ここで分岐しなかったってことは俺は正しかった。うんこ味のか、なんでここでふざけ出したの。いや、でもうんこを食うわけにはいかないから、味はうんこでもカレーを食いたいよ。うんこの味って知らないけど、もしかしたらうんこってめちゃめちゃ美味しいかもしれないから、絶対こっちの方がいいって。おい、うんこっぽくすんなよお前。え、マジ。あ、そうか、犠牲にする方だと間違えてた。そう、犠牲にする方だったら俺うんこだって。ここ間違えた選択肢。そうだよ、うんこなんて食えないよ。超ハイスペックな試作機1個、性能そこそこな量産機5個。だって試作機でしょ、これから量産できるわけだから、こっちを犠牲にするよね。量産機は性能そこそこなんでしょ。うん、試作機でも量産できる可能性があるわけだから、こっちでしょ。あー、そっちなのか。ハイスペック、まあ、費用考えたらってことかな。まだ誰も食べていないドラゴン1匹、3人食い殺した凶悪超人。いや、これはこっちでしょね。だってドラゴン食べる食べないの問題じゃなくて、こいつが極悪すぎるから、こいつはちょっといなくなっても。かわいい、これが3人も食い殺せるなんて。だよね、そうだよね。ドラゴンに罪はないよ。敵として登場して最終的に味方になるやつ、味方として登場して最終的にできる、これはもう どう考えたってこっちでしょね。最後に裏切るわけでしょ。こっちベジータでしょ。絶対ベジータを選ぶに決まってるでしょ。敵になるんだったら最初から殺しておいた方がいいと分かってるんだったらね。オーケーオーケー、もうすごい差じゃん。まあそれそうだよ、ベジータの方が選ばれるわけがない。恐怖で世界を平和にしようとする系の魔王、魔王を倒した後に暗殺される系の勇者。でも平和にしようとしてるんだったら勇者じゃないね。え、魔の王ってついてるけど、平和にするために恐怖政治してるってことでしょ。だったら魔王じゃない。暗殺される、どうせ殺されるんだから。嘘、どうせ死ぬんだよ勇者は。ダメか、平和を倒して殺されるってことでしょ。100億うん、極端なんだよな。いや、でもお金には変えられないよ。うん、実況的には本心はこっちだけど。普通の人一人だよ。そうだよ、お金には変えられない人の命は。うちょっと均衡してんじゃねえかよお前ら。しかも100億円の方が多いのかよ。世知辛い世の中だ。俺は絶対一人だよ。100億なんで選ぶわけないよ。貴重な文化遺産と遺跡を荒らす洞窟者3人。いや、それは3人でしょ。ね、荒らしてるんだし、悪いことしてるんだし、文化遺産に罪はない。いや、でも遺産、そっか、文化遺産は日本人じゃないよ。人が決めたことだからね。あー、でもこっちだろか。そうだよね、遺産なんて人が決めたもので、他の動物とかからしてみたら何の価値もないものだし、それだったらこっちを生かすっていう考えもあるけど。最先端の医療機器、平凡なマジシャン5人。いや、医療機器は作れるもん、こっちで。一
人の命には変えられない。機械と人を比べるなんてナンセンスだよ。お金と人を比べるのもナンセンスだけどね。絶対こっちだよ。でしょ？うん。医療機器なんてね、いつでも作れるし、どんどん技術は発展していくわけだしね。大量破壊兵器。大量破壊兵器の使用者一人。これはこっちだよ。うん。実行する人がいなければ兵器はただのものなんだから。そう。いくら作られても使用されなければ意味がない。うわ、超均衡してんじゃない？俺が入れた一票によって変わってるっていうのも結構あるぞ。そっか。ここは悩むところなんだね、みんな。ちょっと。お、選択肢分岐で人類管理 AI 地球最後の指導者一人犠牲にするならこっち管理してくれる AI だからね。他の大多数を救えるんだったら無能かもしれないからね指導者。あーでも人類管理 AI か。まあでも人類管理 AI が無能かもしれないしね。ここは上の方が正解だったかもしれない。予定にない。でも10秒っていうあれがねちょっとネックだよね。大変ね。いや、これは、一人の方でしょ。別に予定にない作業しても、一人の命だもんね。うん。別に悪いことしてるわけじゃないんでしょ。実はいいやつかもしれないし。しょうがない、これは。うん。予定、宇宙病原体 X に感染した可能性のある5人。確実に感染していない一人。いや、こうなっちゃうよね。確実って、可能性があるね。もしくさ、その、感染してたら、もっと多くの人が死んでしまうかもしれないもんね。んだよね。こうなるよね。5人でも。これはしょうがない。脱出ロケット開発者の1人。脱出ロケット開発者の家族3人。いや、この人の考えにもよるけど、こっちかな。もしかしたらこの開発した人は家族を救うために作ったかもしれないし。それだったらこっちなんじゃないかな。あー、でも結構均衡してるのか。いやー、でも開発者だからといって運転ができるわけで。な、むせるわ、こんなん。こうなるこっちに決まってんじゃん。え、なんでこのハス4人分の食料が何か違いがあるの。あれか、アルマゲドンって言ってるから、今から出発するのかな、宇宙で。で、これだと重すぎるからとか、そんな感じ。いや、そんなのわかんないじゃん。今までの人数とか計算してないとどうしようもないよね。人類のあらゆる娯楽を収めた媒体。犠牲になった人たちの記憶を収めた媒体。いや、やっぱこれだよね。うん。おそらく、決まった人数しか乗れないんだろうし。だったら、乗らなかった人、そうだよ。違う、俺逆だった。そう、犠牲にする方だもんね。ああ、みんなこっちを犠牲にするんだ。娯楽のために。自分たちの娯楽のためにってことなの。マジか。あ、終わった。意外に早かったね。すげえたくさんあるから時間かかるかなと思ったけど。やっぱりロケット、これで脱出するってことか。タイトル回収したよ。これもしかして今までに犠牲にしなかった方が乗るとかそういうことなのかな。ぽいね。これあれか、予定にない作業をしている5人。あいついつも予定はきっちりしてたんだけど、真面目な人間が犠牲になってしまった。これからは残業がない職場だといいです。そっか、残業強いられてたんだもん。もう嫌な上司はいなくなったから大丈夫だよ。もしかしてこれ全員分やんの。ああ、そういうことか。同じ家族だったの。いや、だから同じ家族とは分かんなかったから、それだったら、いやでも子供の方残してたな、俺は。どっちにしても。お気にしなんかしても、どうにもならんの。そうだよね。そうだよね。あいつら何してたんだ。あいつらを救う選択肢はあったのか。そんな奴いるのかな。いい時に脱走したみたいだ、クマは喋れる。人類の進化ってすごい。人類じゃねえや。このヒグマは食料になりそうだね。非常食。でもクマ肉ってまずそう。やり直す機会を与えてくださって。ああ本当に改心してるんだね。これからはさ、その犠牲になった人たちのために頑張って生きろよ。周りの人たちのために。朝から晩まで働きます。よろしくお願いします。いいじゃね、真面目で。しかも健康だからね。うん。これから人類を増やしていくために頑張って。あ、悲しむ家族の、もう少し。生きてみる。母さんは一緒に来れない。でもね、生きる希望を見出したのは良かったよ。バブー、喋ってる、どうやって動いてるのそれ。うわ、電動式なのかな。その技術で地球は救えなかったの。あ、赤ちゃん一人で。誰が育ててくれるの。世の中がめちゃくちゃで、面倒見てる余裕なんて、なかった。まあでもそうだよね。もし脱出するとなったら、空に憧れる二人。やつ。さ、これ、なんでさ、実況しづらいことばかりするの。老人についてコメントなんてできないよ、もう。やった。私たち芸術家枠で採用された。採用ってどこに。人類の希望に。まあでもね、これからすごい才能を発揮するかもしれないからね、3人のうち誰か1人が。地道な研究が、実際に地球が滅ぶかは学会でもまだ意見が分かれています。でも可能性はあるわけだしね。
でも飛び立ったとしてその中で生きる希望はあるのかね。 Thank you あなたの友達でよかった。軽いなお前、そんな軽いやつだと知ってたら他を選んだかもしれないよ。でも本当に俺が乗ってよかった。そう思っちゃうよね。やっぱり犠牲になった人のことを考えると罪を背負ってさ生きていくわけじゃん。どっちにしても不幸だよね。なんで美味しいカレーなのにみんな具合が悪くなる。まあでも毒はないよ、うんこはね、体から出たものだから取り入れても反すする生き物だっているわけだし、少し訓練すれば誰でも乗れる傑作。あ、いいじゃない。これで量産し、どんどん量産していけばさね、月とかさ他の惑星を開拓するのに必要になってくるだろうし。わーすごい、人間がいっぱい逃げて、今すぐ逃げてなんてこった。まだ誰も食べていないから今後食べる可能性があったってことか。シワよりは凶悪だったかもしれない。今はおとなしくして勘違いしないでよね。よ、ベジータ絶対味方になるんだからいいじゃない。そっか、やっぱりあれだね、最後の仲間になるやつ大抵ツンデレなんだ。わかるだろ、恐怖に抗う意志が人間を一つにするのだ。でもこの魔王がいればさ統率してくれそうだよね。この宇宙船の中もどんな世界だろうと人間がいる限り。カフェどうだろうね、無価値だよねこのロケットに乗っちゃったらさ。あ、100億円。まあでも金っていうのは海鮮とかにも使えるしね。地球と共に滅びるものだとばかり。乗る気だろ分解さ、大きさによっては乗れない、それだけでいっぱいになっちゃうよ。体調の優れない人は気軽に。そうだね、マッチ医者5人はかなりでかいと思うよ。謎の病原体とかも出てくるだろうしね、環境が変わって病気になりやすくなるだろうし、ロケットに隕石がぶつかりそうになった時とか任せて。おい爆弾積むのかよ、誰と戦う気なんだよ。その中で爆発したらもう一巻の終わりじゃん。人類に1000年の存続を。心強すぎるよお前、こっち選んでよかったわ。この AI があればちゃんと計算して1000年間生きさせてくれるってことでしょ。地球が復活するまでにもしかしたらいい道が選べるかもしれないし、予定外には絶対に働かない、絶対に固くなに、もっと柔軟になろうよ。生まれてから一度も風邪ひいた。わあすごいね。でもこれからかかる可能性もあるってことでしょ。風邪をひいたことがないってことはさ、免疫体もないんじゃない。あんまりどうしてあの人が乗せてもらえない。君たちを救うためだ、君たちのためにあの人は頑張ったんだ、人類の未来を託して。計算ぴったり、さすがです。50、あ、また俺57ディムを犠牲しちゃった。そうだよね。でもそっか、多すぎる場合もあるってことだからね。今までの人数数えてればいいってことだよ。人類のあらゆる娯楽を収めた媒体、これでもうみんな笑いが絶える。ない。そっか、もう辛いことばっかりだからね、笑顔を大事にしていくの大事なんじゃないか。娯楽がないんだから、娯楽ってすげえ大切なものだと思うわ、今考えてみたら。そっか、これで無事に出発できたってことなんだね。いやーでもやっぱりさ、アボブさんよろしくお願いします。由来やっぱりさ、どちらかしか選べないからこうやって選んできたけど、本音はどっちも選びたくないよね。やっぱり誰かを犠牲にするとか、何かを犠牲にして何かを得るっていうのは自分も辛いし、相手に選ばれた方も選ばれなかった方も辛いしね。シミュレーション完了、実践別作業を開始してください。まあ実生活でそういった場面っていうのはほとんどないと思うけどね、何かを犠牲にして。でもあり得ることだからさ、そういう時のためにこういうのをやって鍛えておくのもいいかもしれないね、精神。さあどうでしょう、シミュレーション完了。どんなシミュレーション出ましたか。お、地球脱出船搭乗員選別作業開始。ん？地球の滅亡、地球滅亡の時は迫っている。人々を空へと上げる地球脱出計画、その人選はあなたに託された。生かすべき人間は誰なのか、正しい判断を期待する。あー、じゃあ最初の1周目はトロッコ問題としてやったけど、今回は地球滅亡で誰を空にやるかっていうので選べと。あーなるほど、それだったらだいぶ変わってくるよね。うん、予定通りに作業している人一人か、予定にない、まあ、やっぱ宇宙に行って予定にないことばっかしてたら死んじゃうかもしれないから、だったらこっちを生かしてこっちを犠牲にするって考え方が変わるかもしれないから。あーこれ面白いな。はい、というわけで、トロッコ問題をアルマゲートン、ちょっとね悩む選択肢もあったんですけれど、大体は多数派の選択肢を選んでたのかなと思います。皆さんはどちらを選びましたでしょうか。実際にやってみてね、自分の倫理観みたいなのをちょっと試してみるのも面白いんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。